ここからはインタビューをお届けしていきます。矢島選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。開幕してこのイメージしていたおそらく今シーズンのガンバの戦いと現在今ガンバ大阪が置かれている状況っていうのはおそらくもう真逆にあるのかなって思うんですけれども、厳しいシーズンを送っていることには間違いない。まあ、それはコロナの活動停止とか初めて経験しましたし、サッカー的な部分でもまあ厳しい、まあ、ACL もありましたし、はい、厳しいシーズンを送っているなとは思ってます。まあ、そういう意味ではね、まずコンディションを選手一人一人がきっちりと揃えていくっていう難しさっていうのも当然チームである前にあったと思うんですけれども、気持ちの切り替えみたいなのはずっとなかったですね。もうずっとなんかシーズンを続けてるような切り替える場面がないっていう感じで来てます。15連戦っていうこの夏場の連戦がありました。まあ、その前には ACL もあってということで、こういう経験っていうのはやはり矢島選手、連戦ってご自身ではどのぐらいの連戦っていうのは記憶にあります？まあ、オリンピックの年に結構海外と日本行ったり来たりして帰ってきたら J2 の連戦があってみたいなのは経験したことありましたけど、まあ、ほぼ初みたいな感じでした。やっぱりコンディション的にはすごくきつかったですか、この夏場の連戦っていうのは？そうですね、夏っていうのがさらに厳しかったですね。思うようになんかこう、あれ体の動き無理がちょっと、あれいつもだったら効くのにみたいな感覚っていうのがやりながらもあったりする時っていうのはあったんですか？なんか気持ちの部分ではそんな体が重い軽いみたいなのはなかったんですよ。疲れないっていう風に自分で決めてるんで、はい、疲れっていう概念取り消してるみたいな。おお、ちょっと面白い、それ聞きたいな。ほう、なんかもう疲れとか体今日重いわとか、まあ、あるとは思うんですけど、それを思い始めちゃうと、もう意識的に思う、自分は今日体重いってなっちゃったらもったいないというか、それだったら別に重い軽い関係ない、なんか自分がもう疲れないっていう決めちゃえば、気持ち的な部分は疲れとかはないのかなっていう。そうか、だからもう自分をまずはそういう方向に持ってかない環境作りっていうのを常にしてるんだ。そうですね。それはもうこのプロで生活をするようになってからなの？それ以前からなんですか？NBA とか見るの好きで、で、一昨年か何年前かに MVP 取った選手がスピーチで、俺は疲れないみたいな、なぜならそう俺が決めたからみたいなことを言ってて、その考え方は素晴らしいなと思って、なんかよくそういう考え方するのが好きで、まあ例えばサッカーでも守備やるのはもうこの時代当たり前になってきて、自分より能力も高くて結果も収めてる選手たちが全力で守備してるのに、自分が守備を怠ってしまったら、それはもう価値がないというか、もうそこで勝負あったみたいな。はい、別になんかそこでなんか比べてるわけじゃないですけど、もっと下手な自分がやんないでどうすんだみたいな、っていう。そうか、じゃあ興味は常にいろいろなところにアンテナを張りつつも、矢印は必ず自分に向けてるんだね。はい、まあそれが大事なのかな。だから自分がその客観的に試合を見た時にできてない時とかはやっぱりそういうシーンをもっと見るべきだと自分に思ってやってるし、そういうのが大事なのかなっていうのは思ってます。まあこの気がつくともうリーグも残り10試合を切ってというところで、まあ非常にシビアな戦いっていうのがねこう続いていくわけですけれども、まあ、でも一試合一試合大事になってきますし、もしかしたら勝ち点1でもいいみたいな、
今の置かれてる順位から言ったら本当に勝ち点を拾うじゃないですけど、うん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 、そういった意味合いになってくると思うので、うん、よりこうどうやって試合を終わらせたらいいのかとか、うん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 、どうやって試合を進めないといけないかとか、うん、時間をどう使ったらいいかっていうのは、うんうんうん、賢くやんないといけないのかなとは思ってきますね。さあ、今シーズン、ここまでガンバ大阪こうチーム信じてねこう応援いただいているサポーターの皆さんたくさんいらっしゃいます、残り試合も本当に数少なくなってきましたけれども、はい、やはり引き続きガンバ大阪はこの一丸となって戦っていきたいと思っていますのでサポーターの皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、厳しい戦いが続いてますけどなるべく勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。